フリードリヒ・アウグスト2世は、オルデンブルク大公国の最後の大公。ペーター2世とその日であった、ザクセン・アルテンブルク公、ヨーゼフの娘、エリーザベトの長男として、1852年11月16日に、オルデンブルクで生まれた。1900年6月13日に、父の死去によって、大公位についたフリードリヒ・アウグストは、海運や海軍の発展に力を注いだ。 またフリードリヒ・アウグストは1894年から1896年にかけてエリーザベト・アンナ宮殿を建設した。これは最初の日エリーザベト・アンナの名を冠したものだが完成前に死別している。宮殿は現在オルデンブルクの社会裁判所として使用されている。1918年にドイツ革命が勃発するとフリードリヒ・アウグストは 同年11月11日に退位し、以後はラステーで宮殿で陰性した。フリードリヒ・アウグストは二度結婚している。最初の日は1878年2月18日に結婚したプロイセン王子、フリードリヒ・カールの娘、エリーザベト・アンナで彼女との間に以下の二女を設けた。二人目の日は1896年10月24日に結婚した。 メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世の娘エリーザベとアレクサンドリーネで彼女との間に以下の二男三女を設けた。ありがとうございます。